この番組は千葉県競馬組合と読売ランドの提供でお送りします。こんばんは、船橋競馬ダイジェスト司会の及川です。船橋競馬は今日から4日間の開催、今日が初日でした。全部で12レース行われました。明日が2日目、あの北斗ベガが中央からやってまいります。ダイオライト記念ですね。明日のメイン第10レースに組まれております。今日はスタジオから明日のこのビッグレースのですね、展望を中心にお送りしてまいります。それでは今日の解説者ご紹介しましょう。私の隣はデイリースポーツの平石和孝さん、そしてそのお隣はダービーニュースの三浦和夫さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。平石さんね、はい、この開催毎日ウィンズ新橋はもとより、はい、大井川崎浦和全場で発売してますよ ね。これはあのねファンの皆さんにとってはね、うん、嬉しいことですよね、はい、どこでも買いたいですからね、馬券は、うん、やっと実現したかなという声がありますけれども ね、とにかく三浦さんね、結構なことですよね、はい、そうですね、はい、いいことはどんどん実施していただきたいものだと思います。電話番号はフリーダイヤル 0120-2784-88 番です。どうぞご利用ください。さて、お待たせいたしました。明日が2日目、レースの数は全部で11レースなんですが、メインレースは第10レースに組まれておりますグレード1ですね。中央との交流競争になりました第41回のダイオライト記念ですね。展望に移りましょう。まずは出走表を見ていただきたいと思います。頭数8頭なんですが、ご覧になって平石さん。はい、北斗ベガですよね。なんといっても、まあ、この馬ね、中央地方そうですね混ぜて現役では最強のね、うん、ダート馬じゃないでしょうかね、はい、おそらくね、もうこれまでの持ったままの楽勝から見てね、うん、後のメンバーなんですけどもね、南関東勢がちょっと ね手薄ですよね、はい、アマゾンオペラが、ね、出てませんよね、はい、出てません ね、そうですね、ちょっと、ね、寂しいんですけどもね、はい、その分ね、山の成功に石崎騎手が乗ってますからね、はい、うん、石崎騎手がどう持ってくるかという、ね、ところですよね、はい、あとは秋田関東からね、うん、20戦18勝のブライアンズロマン、うん、この参加も、ね、楽しいですね、はいはい、三浦さん、はい、いかがですか。そうですね、あのブライアンズロマンはですね、うん、先週、水曜日か火曜日ですね、はい、あのもう入球してましてですね、うん、船橋の方に調教、見たんですけども、なかなかね、あの柔らかい感じでね、あの、その成績がですね、伊達ではないなという感じはしましたけどね。はあ、ブライアンズロマンですね、北関東の怪物なんですけれどもね、果たしてどういうレースをしますか。それでは明日のこの一戦の参考レースですね、2蔵続けてご覧いただきたいと思います。共に大井で行われたレースなんですが、1月18日の競馬東京シティ杯、平石さんお願いします。はい、東京シティ杯ね、光ルーファスが5番ですけどね、逃げ切りますよね、このレースね。このレースにはスペクタクルが的場騎手で出てましたよね。今3番手ですか、はい、9番ね。で、山の成功は4番ですけども、これはもう後ろから3番手から進みましたね、うん、外外、うん、まだ映ってませんよね、はい、まだ後ろですね、ここですね、はい、後ろから3番手からいきます。スペクタクルはこれね、的場騎手がそうですね、内々を走って直線も内をついて、うん、もう一いっぱい追ってくるんですけども、まあ、3着だったんですけどもね、専用走りますよね、やっぱり、まあ、明日のだから2400で明日はどうかというところですよね、はい、山の成功はこれ、まあ、直線4コーナー14番手からね、結局8着だったんですよね、5頭抜くんですけれども、ちょっとこの馬にとって専用は短かったかなという感じでしたね、まあ、ただ明日の2400もこの馬にとってちょっと長いかなという距離なんですよね、微妙なところですよね、微妙な、そうです、距離ですね、はい、東京シティ杯でした。さて、続いての競馬なんですけれどね、3月5日に行われました、やはり大井でのレースでしたが、金牌ですね、こちら三浦さんに解説をお願いしたいと思います。この出っ歯でしたけれどね、東関7画目です。横に大きく広がっております。そうですね、あの、どちらが花を切るんでしょうか。うちの方から2番の2枠4番がウィナーズステージですね。これはまあ少しうちの方で下げますよね、この今うちにいる馬ですね、今外の方行ったのが16番が、山の成功、うん、
スペクタクルは、先行図ですね、あの3、4番手のところにいますよね。13番の SK1 船橋から参戦の黒馬が今3番手に取り付きました。4番手グループが3頭固まっております。その後ろには昨年のダービー馬、13番の後ろに黄色い帽子が、あのスペクタクルですね。この辺でですね、山の成功が、外を回ってですね、一気にあの仕掛けていくんですけどもね、まあここから伸びてはいるんですけども、まあ前の方もね、なかなか止まらずに、まあ6着がいっぱいという感じでしたですね。スペクタクルの方は、もう後位からこの辺でいっぱいになってしまいますよね。ウィナーズステージも、まあ、後方のままという感じでしたね。とにかくコンサートボーイのね、そうですね、コンサートボーイの強さだけが目立ったというレースでした ね、 はい、金牌までご覧いただきましたですね。2クラ続けてご覧いただきました。さあそれでは予想に移りましょう。平石さんから、はい、北斗ベガでしょうがないだろうと。まあ文句ない。これがね、はい、60キロ背負ってたりね、するとまあね考えるんですけど、53キロですよね、何しろね。まあ2400も、まあ2000メートルの方がね、いいんでしょうけどもね、はい、2400でも53キロならまず負けられないところですね、はい、このメンバーではね。川崎記念、そしてフェブラリーステークスでしたっけね、横山騎手が持ったまま4コーナーで先頭に立って ね、あとはもう話す一方ですからね、はい、北斗ベガでしょうがないだろうということなんですが、さてその他の馬いきましょうか、はいはい、同じく中央の牝、ね、馬なんですけどもね、スピードアイですね、はい、まあ、この馬ダートを8回走って7回ね、連帯なんですよね、うん、まあ、前走だけはちょっと外したんですけどもね、前走内容はね、先行した馬が全部ね、うん、バテたレースなんですよね、はいはい、光竜髪もまあね、姉妹の方に行きましたからね、うん、その中でまあ6着に粘ってましたからね、うん、この馬のダート適性とあとね、距離の2400も血統的にはねぴったりですからね、はい、この馬はおそらく船橋の馬場は合ってるはずですからね、はい、この馬は対抗にしましたね、はい、あとブライアンズロマン、ブライアンズロマン、そうです、ブライアンズロマンはこれはね、はい、おそらく強いんでしょうけれどもね、何せあの宇都宮からね、はい、出るのが初めてなんですよね、遠征競馬が初めて、うん、あとね左回りも初ということでね、どうかなというところですね、はい、三浦さんいかがでしょう、はい、北斗ベガ強いの分かりました、そうですね、あの、まあ、ブライアンズロマン についてはですね、まあ、早めに入球して環境にもある程度慣れたということ、うんうん、調教の動き見る限りやはり少し気にしているようではありますけどね、はい、左回りを、まあ、問題ないとは思いますね、はい、それからスピードアイリスですね、そうですね、スピードアイリスには黒三角ということなんですが、さあレガシーワールドどうなんですかね。そうなんですよね、あの前回目黒記念でね、なかなか、着順8着でしたけどね、あのレース内容は良かったですよね、はい、北斗ベガがどこで動くか、うん、あと他の馬があの北斗ベガが動いたところでかわせるのかどうか、あの、うん、レガシーをですね、はい、レガシーをかわしきれなかった場合レガシーの残り目があるんじゃないかなと思ったんですけどね、はい、レガシーワールド明日はマイケル・ロバーツ騎手ですね、うん、楽しみにしたいと思いますが、さあそれではですね、狙い目ご覧いただきたいと思います。まとめていただいております。3点ずつですね、挙げていただきました。平石さんは58、48、78ですね。右側の三浦さんは48、58、68。メモしていただけましたでしょうか。それぞれ3点ずつ目を挙げていただきました。どうぞご参考になさっていただきたいと思います。さて、船橋競馬、今回は4日間の開催。明日が2日目、グレード1ですね。第10レースが第41回の中央との交流競争ですね。ビッグタイトルのダイオライト記念です。ところで明日のファンサービスのお知らせなんですが、明日のファンサービスは先着8000名様の中から抽選で800名様に特製のマグカップをプレゼントいたします。続いて番組からプレゼントのお知らせです。今映っておりますが、特製のマグカップを5名様に差し上げます。宛先です。郵便番号260千葉市中央区宮古町 1-1-25 千葉テレビ放送船橋競馬ダイジェスト係です。どしどしご応募いただきたいと思います。今回の船橋競馬は22日まで残りあと3日間の開催となっております。
明日が2日目第41回のダイオライト記念ですね、グレード1です。それからあさって21日はですね、準々賞の慶応杯、慶応杯を行います。22日まで残りあと3日間の開催です。さて平石さん、はい、北斗部がどういうレースを見せてくれますかね。まあ、横綱相撲をしてほしいですけど、まあ、はい、北斗部がから3点も勝ってはね、前売りが48で 2.9、583.3、685.1ですから、はい、絞らないとまずいですね。はいはい、名手石崎氏ですね、山の聖子にも頑張ってもらいたいと思います。好レースを期待したいと思います。お別れの時間です。今日の解説はデイリースポーツの平石和孝さん、そしてダービーニュースの三浦和夫さんでした。いいレースを期待したいですね。お二方ありがとうございました。どうもありがとうございました。千葉県競馬組合と読売ランドの提供でお送りします。第41回のビッグタイトルダイオライド記念ですが、一木さん、はい、北斗部が北斗部がやはりね、もう余裕を持っていましたからね、はい、スペクタクルが結構抵抗したように見えたんですけど、まあそれほどね抵抗したわけじゃないんですね。もう抑えていますもんね、はい、で3着にブライアンズロマンが来ましたけど、はい、等間隔2馬身半2馬身という差だったんですけどね、はい、いやこの着差以上に強かったですよね。強かったですね。なんかまだまだこの際限なくね、いけそうな感じしますね。もうこれからずっとこういうのねレースを選んでいくなんて言ってましたけどね、はい、あ、なるほど。そして最終の11レースですけれどもね、快速ロマンと谷野ノーブルでした。34で480円、この最終の11レース固く収まりました。以上が船橋競馬今日2日目のレース結果でした。なおお伝えしたレース結果については念のため主催者発表のものでご確認いただきたいと思います。また今日のレース結果をご覧のようにテレフォンサービスでもお知らせしております。電話番号はフリーダイヤル 0120-2784-88 番です。どうぞご利用いただきたいと思います。